も食べていいよ。こんにちは。今日も学校が休みで家にいる皆さんに、ちょっとした体遊びを紹介したいと思います。いやー、一日勉強して疲れたなとか、ゲームばっかりしてちょっと飽きてきたなとかいう時に、ぜひやってみてもらいたいと思います。まず家の中よ、あたりを見回して、あ、今なら話しかけても大丈夫そうかなって人にこう近づいていきます。トントン、ちょっといいですか。2人でやる遊び、その1、ハサミっこ。部分で相手の体のいろんなとこを挟みます。挟まれた人は挟んでる人のポーズをなるべく壊さないようにしながら挟みます。ジェンガみたいな感じです。木のおもちゃありますね、ジェンガ。バン、形を壊さないようにそーっと抜けて、そーっと挟むのがポイント。いろんな部分を使うのもポイント。そうです、ルードスナップ。ちっちゃく挟んだり大きく挟んだりします。はい、いいですね。それでは、2つ目の遊びは、輪っかくぐり。体のいろんな部分をこれも使ってバットをまず一人作ります。あ、ちょっとやってもらっていいですかね。はい、はい、作ってもらっていいですか。うん、はい、おやつは後で。大きい子も来てください。ドン、輪っか壊さないでくださいね。てみたり、頭からくぐってみたり、大丈夫、いろんなところでくぐります。これはどうする、これどっからくぐる。輪っかを作る人も腕で作ったりごめんね、足で作ったり胴体で作ったり、いろいろ毎回変えます。ちょっと難しくなってきたかな。大丈夫かな。これ私がね、今一番大きいから私がずっと輪っか作ってますけど、もし同じくらいの背丈の人同士やったら、ぜひ、代わり番号にやってください。ではちょっとハードルを高めにして、今度は輪っかが開閉します。いきますよ。ウィーン、カチン、カチン、あ、ウィーン、カチン、ウィーン、カチン。次はドン、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 やっぱりドン、ドン、ドン。感じですね。それでは次、柔らかボールを使った遊びです。これ100均とかで売ってます。まず一人の人が大の字、ゴムボールって思って、あ、ゴムボール、ゴムボールだね。そして一人の人が体の輪郭をボールでなぞっていきます。指を繊細に使ってくまなく体の輪郭をなぞります。
はい、交代。結構くすぐった気持ちいい感じ。いきますよ。何やってんの、ちょっと。家の中でやってみてください。